こんにちは、田中みやびです。私ですね、フリーランスで構成作家、ライター、リサーチャー、翻訳家などをやらせていただいてるんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことを年々し共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、本日のトピックは、諦めるって悪いことっていうことについて考えていた、させていただければなと思っております。 えー、皆さんで考えていきたいなと思ってるんですけども、えー、なぜ、えー、この動画を、えー、撮ろうと思ったのかっていうとあのー、僕が、えー、よく視聴させていただいている YouTube に、えー、お笑いコンビのロザンさんの「ロザンの楽屋」っていう YouTube がございまして、えー、そこの動画で、えー、最近その 今度行われる、えー、首相指名選挙のことに関して、えー、語っている動画が、お二人が語っている動画がありまして、その中でロザンの、えー、菅さんが印象的なことを、僕が思う個人的に印象的なことをおっしゃったんですよ。あの、ロザンの菅さんは、あの、例えば決選投票になった時に、えー、まあ多分自民党総裁と、えー 立憲民主党の代表さんで決選投票になると思うんですけれども、そのお二方で決選投票になったときに、えーあの、どちらかの名前を書くのがルールのはずなのに、えー、書かない人がいると。書かない人が出そうだと。で書かない党が出そうだと、えー。それはちょっと違うんじゃないかってことをおっしゃってたんですね。まあ、僕は別にその主張に対して、えー、僕はこう思うとかそういう話じゃないんですけれども、えー、なんか、その、 関連で、菅さんが人生って、あの、どちらかを選ばなきゃいけないときってあるじゃん。自分の本意じゃないとき、第3希望、第4希望、第5希望、第6希望の中から、第1希望、第2希望は無理だけど、この中から第3希望いくから選ばなきゃいけないときに、まあ、これを選んでいくっていう、えー、方が多いと。えー、まあ、代表選も、首相を選ぶときも、まあ、 例えば、えー、自分の党から党から出し,出した、えーえー、首相候補者の方は通らなかったとしたらその人の名前を書くんじゃなく決選投票でその人の名前を書くんじゃなくてもう選ばれた、えー、決選投票の上がった2人のうちのどちらかに、えー、書いた方がいいんじゃないかっていう方をおっしゃっていてそれがま,あまさにその人生ってその、えーまあ、第1希望第2希望は叶うことはないから。 えそのなえー、もし叶なわなかった時のために第三希望の以下の中からえ選んでいくことも必要なんじゃないかっていうようなことをおっしゃっていて僕自身もそれをすごい思っていてこれって何か「諦める」っていう言葉に近いんじゃないかなと思っていてまあご本人が菅さん自身がそれ諦めるっていうつもりでおっしゃったわけではないと思うんですけれどもまあ人生ってその必ずしもえ自分の思い通りにいかないんですよねむしろ思い通りにいくことの方が少ないんですよ。 えー、例えば私だったらその、そもそも大学卒業したら、大学院卒業したら、えー、就職するつもりだったんですけれども、内定取ることができなくってで、フリーランスにならざるを得なくて、結果としてフリーランスになって、今こうして、えー、させていただいてるんですけれども、その時はもうあの、こうなるしかなかったっていうような感じだったんですよね。もう、もう第3規模も第4規模もなくって、もうそうするしかないと。もうフリータータ フリーランス、えー、ライティング能力、人よりちょっと幸い、えー、ちょっとだけいい文章を書ける自信があったんで、えー、もうそれを使うか、それともフリーターになるかとか、えー、その2択しかなくって、もう結果として、もうしたらもう第3希望の、えー、第3希望とか、も、まあ、就職できなかったから、まあ、第3希望の、えー、まあ、第1希望として、あのー、まあ、 テレビ局ととかかの就職とか考えたんですけど第2希望としてはまあフリーランスのフリーランスというかまあ映像ディレクターとかになれればいいかなと思ったんですけれどもそれも全部ダメで,で残ったのがやっぱりその、えー、フリーランスで構成作家でっていうのは道しかなくってそれがフリーターかで,でそれって本当に諦めて第一希望第2希望諦めてこっちを選んだんですねでその結果僕は別に今その選択が間違って が間違ってるか合ってるかなんて今は分かんないんですけども別にその普通にそこそこ幸せに生きれてますし別にこれ,でよこれはこれで良かったんじゃないかなって思ってはいるんですよ。なんでその諦めるって本当に決して悪いことじゃなくて、てんか諦めたからこそ現実と向き合うことができるし その現実の中で最適解を導き出してなんかえ自分の本当の道というかえ自分らしい道っていうのを歩んでいくんじゃないかなと思っていて歩んでいけるんじゃないかなと思っていてあの第一希望を叶えていくっていうのもすごいえ意味があるしそれは毎回それができる人ってそれすごいと思うんですけれどもただその叶えたからといって夢を叶えたからといって幸せになれるかっていうと。 えちょっととそれは違うと思う思んですよね夢を叶えてもなんか失うものってすごく大きいしその代償って計り知れないものがあるので僕以前の動画でそのサラリーマン的な働き方っていうのはフリーランスでもできるってことを申し上げたと思うんですけどまさにそれでその一攫千金とか狙って夢とか叶えようとするとまあ叶う時もあるかもしれないですけれども、まあ、多くの場合しかばねの一つになりますしあの めちゃくちゃ大きな損失を伴うこともありますしリスクもありますしまあそれを踏み越えてこそ乗り越えてこそ男だっていう部分ももちろんあると思いますがであのそれが叶わなかったからといってその別に不幸せになるかというとそれは決して違っていてだからこそ別の大切なものを得られたりとかパートナーであったりとか大切な友達であったりとか安定した生き方であったりとか。 そういったのを得られる可能性もあるので、なんか諦めるってか必ずしも悪いことじゃなくて、そもそもその諦めるっていう言葉自体に、その、今ですことすごいネガティブなイメージで捉えられてますけども、本来の語源では、あの明るい、暗いの明るいに当てられたんですね。明るむっていう字で。で、つまり明らかにするっていうことだったんです。その置かれている現実をありのままに受け入れて、 えなんというか、えー、達成できないもの、えー、なんか自分ができないと思ったことであるとか、えー、これはちょっと自分には無理だなと思ったことを断ち切って、えー、はっきりさせる自分の生き方をはっきりさせるそれが「あからむ」っていう意味でそれが今の「諦める」ってことの、えー、語源になっていると。な,なのでそのかなわるものへの思いを断ち切って前へ進んでいくっていうことが あの本来の諦めるって意味だと思うんで人生ってその考えてみれば諦めるの連続だったなと思ってますし40年間生きてきてまあそれはその個人的なプライベートも人間関係的なものもそうでしたし仕事のこともそうでしたしまあリサーチャーっていう仕事僕いらしてますけどこれが本当にここまでずっと続けてるとは思ってなかったですし今後もそのもしかしたら海外移住とかしたいなとは思っているんですけれどもそれって僕の中の第一希望だったりはするんで。 果たしてそれが叶うかどうかっていうのは、えー、まだわからないし、その、えー、行きたい、長期滞在したい国の中にも、えー、いろいろいくつかあって、その中の第一希望っていうものが、えー、もし行けなかったとしたら第二希望になるかもしれないし、そもそもその、えー、長期で海外で暮らすっていうのを夢を諦めて、また、あ夢ではなく別のものを追うかもしれないですし、そ,のそれはやっぱり現実を受け入れて、明らかにするあ、諦めるっていう選択をした上で、まあ、そ,その、 第2希望第3希望以下っていうものをベターにしていくっていうような意味でやっていくこともこれからもずっとあると思うし多分これは僕が自身がその命が尽きるまで変わらないことだなって思っていてだからといってその何も手に入らないかっていうと絶望に満ちているかっていうとそうじゃないそれは実はそれはもう僕の自身の人生が証明していることなんで実はその不惑っていう言葉もそうなんじゃないかなと思うんですよね えーまあ、40過ぎて人は人間を40にして惑わずっていう言葉がなんか昔の格言であるじゃないですか、まあ、昔はその寿命が短かったのでその40っていう年齢の重みが今とは全然違ってたと思うんですけれどもこの「不惑」ってなんかすごいかっこいいイメージありますよねなんかこう、えー、自分の思っているものに対して、えー、もう迷い,迷いもなく一直線に突き進んでいくって意味あるじゃん 思いがあるじゃないですか。なんかすごい自分の目標とするものに、えー、自分の生き方、えー、自分の目標とするものにまっすぐに進んでいく。もう何も迷わないっていうような、惑わされないっていうような、すごいかっこいいイメージあるんですけれども、僕自身もそういう40歳になりたいなと思ってたんですけれども、あれって実際に僕が40年生きてみて思うことは、なんか、あれって、こう、すごいポジティブなイメージありますけれども、まあこれネガティブでもないんですけれども、なんか、 いろんなものを諦めた結果の上にその不惑っていう状態ができてるんじゃないかなって <laughs> 僕自身はちょっと思っているんですよまああのー、心から迷いが消えるって意味だと思うんですけれども不惑っていうものはまあ諦めるのちょっと言い換えでもあるんじゃないかなって、えー、僕自身は思うんですよね、まあ、この年齢になってくるとやっぱり自分がどういう気質の人間であるかっていうのは結構見えてくると思うんでおのずと まあ何をしていると充実を得られるかとか逆に何をしていると嫌な気分になるのかどういう状態だとストレスが溜まるのかっていうのがだんだんえ分かってくると思うんですよで仕事のスタイルとかもまあ自分のやり方って定まってくるんでまあそれがえまあえ一攫千金に向かう人だったりとかえ大金を稼ぐ人だったりその安定して働いていく人だったりとかどっちがいい悪いとかじゃなくそれ自分に合ってるものが見えてくるのが 歳くらいだと思うんですねやっぱりこれは自分には無理とか自分には合わないって思った結果としてそうなるのでなんか諦めるっていうことに近いと思うんですよその不惑ってどうしても。なので研ぎ澄まされた自分その結果自分というものが多くの諦める、えー、多くの夢を断,を,を断念するっていうのを経験した上で自分が研ぎ澄まされていっていって。 それで不惑っていう状態になるんじゃないかなと僕自身は思っていてそれが昔は40歳ぐらいにあったんじゃないかなと思っていてまあ僕自身はその今この現代でも40歳ってそういう年齢であったらいいなと僕自身は昔から思っていてまあ実際に40歳に到達してみてまあ若干それに近づけている嫌いはあるとは思うんですもちろん今もなんかいろんなことで日々の判断であるとか これからの長期的な計画について迷ったり、思い悩んだりすることはなきにしもあらずなんですけれども、若い頃よりはやっぱりその、あの惑わされなくなってきたなと思います。それはやっぱりその、これは無理、これは自分にはできるからこれをやっていこう、これは無理だけどこれは自分にできるけどやっていこうというのはう、いろんな諦めるとか、断念するとか、先ほど菅さん、以前の動画で菅さんがおっしゃったように、第3規模、第4規模とか、第5規模の中から、まあ、 人生ってそんなもんだから選んでいって、えー、その中で、えー、正解にしていくというかそこまでおっしゃってなかったんですけれども、えー、それとも大切なんじゃないか人生はそういうものだからっていうような、ね、ことをおっしゃったんですけど僕自身もそれはすごい賛同するところはありますよね。なんでその決してその諦めるっていうことに対してすごいネガティブなイメージをお持ちの方、えー、実際はそうではないし諦めたからといって、えー、自分が不幸になるとか。 そういったことは全然ないしむしろ諦めた方諦めたからこそ、えー、あのその先に待ってる幸せが手に入るってこともあると思うので、えー、皆さんその何か判断に迷った時であるとかなんかこう,もう自分には無理だなって思って時になんか絶望しすぎないで、えー、これからも人生は続いていくんで、えー、何かしらその先で、えー、いいことが待ってるとまあ 毎日毎日その嫌なことが起こるってわけじゃないしむしろあの毎日毎日一定だと思うから日々ってなのでなんか淡々と生きながらその自分のやれることやれないことを分けていって淡々と生きていくっていうのも全然いいんじゃないかなと私自身は思っております皆さんはどうお考えでしょうか皆様の考えとかもあったら是非お聞かせいただきたいと思っております この動画をご視聴いただきましてありがとうございました。えもしこの動画が良いと思った方は高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。